さあやっていきましょう。つむつむセブサーアニバーサリー1日限定プレッシュ放題。すいません、ちょっとね充電が切れそうだったので、歯を磨いたりとかして充電をしている間にミッション切れちゃったんで、あ、次ムーランやっていきましょう。ムーランね、去年ね実写版がやるという予定だったんですけれども、まあこのコロナの影響もあって残念ながらね映画館ではやることがなくということで、なんかネットフリックス何か限定になっちゃったんですね、残念なことにね。せっかくねあれだけ壮大なねなんか撮影を、うおあれだけ壮大な感じで撮影をしてたんでね、あれスクリーンで見たらめちゃくちゃかっこよかったでしょうね。まあやっぱこうちょっとコロナっていうところでね、こういろいろその出かけることに対する自粛とかっていうだけじゃなくって、やっぱりこういろんなねことが制限されるっていう、まあそっちの影響っていうのも大きいですよね。やっぱ映画作品っていうのはそのね、なんか1回あたりに見るのが高いだろうとかっていう人もやっぱいるんですけど、映画はね映画館で見るあの壮大さっていうところに感動がね、テレビ画面じゃ味わえない感動があったりっていうのも大きいですから、そのことを考えると、うん、やっぱり映画館で見るっていうのはすごくいいなぁとは思うんですけどね。やっぱ音響とかね迫力とかね映像も、皆さんはこう今映画でこう楽しみにしているものとかあったりしますかね。僕個人はですね、2022年来年なんですけどねに公開予定のジュラシックワールド3ですね。で、まあジュラシックワールド3が楽しみかどうかっていうことよりもね、旧3部作に出てきたね主人公3人がまた出てくるっていう、そっちがものすごく楽しみだったりするんですよね。まあ、またどんな風に映画が公開されるのかっていうのをワクワクしながらですね、ラストボーナスをやって、で合計750万点をクリアしてミッションもやっていこうと思います。ということで、あと20分くらいで今日が終わっちゃうんですよね。いけるのかな。ということで、ありがとうございました。バイバイ。